人類絶滅した後どうやって文明作るのかってね、もうあの類似作品少ないんですよ。案外類似作品少なくて割と穴場だと思うんですよね。あの北斗の拳とかマッドマックスで文明崩壊後の世界やってまして、でそれが最近流行らないと。で流行らない理由はもっと進化した形になったからです。人類の文明が崩壊してじゃあどうするっていうのの発展系っていうのが実はゾンビものなんですよね。ゾンビものっていうのはですね、あのアイアンマンヒーローとかウォーキングデッドもそうなんですけども、単なる文明崩壊だとドラマ作りにくいんですね。あの文明が崩壊した、子供が熱出した、薬局で薬取りに行かなきゃいけない、これだけだったら ドラマ作りにくいんですけど、文明が崩壊した、子供が熱出した、薬局に薬取りに行かなきゃいけない、でもゾンビがいる、じゃあ誰が行くんだ、俺が行く、あなたやめてっていう風に、ゾンビっていうですね、要素1個入れるだけで急にドラマになってストーリーが展開できるわけですね。でもお話やってるとだんだんそれだけであのドラマが転がってくるんで、だんだんゾンビが邪魔になってきてですね、ゾンビいなくてもなんとか話が持っちゃうっていうウォーキングデッド現象っていうのが起きるんですけどもですね、まあなんかあのゾンビものっていうのは実は世界崩壊もののですね、まあ、あのサブバリエーションだと思います。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。